なんでこれ 7個なんこれ。結構前のあの報酬やけどさ、それこそ報酬というかあのメールやけどさ、これか22日か、かなり前に1日前ぐらいか、何7個なんやろこれ。8月に配ったら8個やろうし、7、ん？ってなんで7ないんだみたいな、5か8か10じゃないかなとか思って、だいたい5な気がするけどね。でもこれは多分次のあの何？契約者用にちょっと置いとこうかなという。クーポンとなんか何？クーポンはあの奉納できないから、これはかなりみたいな、置いといてもいいかなみたいな。ここぞという時に俺はキララがピックアップされへんで、あの進行を使うというね。か、じゃあ進行を使えたらもっと早く使っとくわみたいな話なんやろうけど。でもチーシー君もっと我慢、あの時我慢してよかったんかなとかね思ったけどね。黒根さんが10連1回やから、でも好きだもんかぶったのは割と焦ったな。それで言ったらあの何カフェともかずのさあのカフェのあの何しのみや妹冬美ちゃんちょっと我慢してよかったんかなとか思ったり思わなかったり。どうなんやろな。だからちょっとかなちゃんここまで行けたみたいなのがあるけどね。レイナちゃんもそうかな。最近新域リーグを見てる。次新域リーグ、今最近新域、あ見てんの？これね。どうなんやろな。あれ見るんやったらジャンタマのショートストーリー書くかな。M リーグとかもようわからんしな。ほんまに、ああ、見たこと、このプロ見たことあるな、程度の。あれやからね、ほんと。女性陣とか特にわからんわ、M リーグ俺。VTuber はまあ、大きい箱、まあまあ知ってるかな、程度の。箱推しは地味に俺 V スポやから。まあ、推しではないけど。二次三次誰や、二次三次誰フォローしとったかな俺。V スポはいないんだよな。そう、 V スポいないんだよな。二次三次どうやったかな俺。あーねあの二次三次じゃないけどあの出てる。ルナさんいらっしゃいませ。天海司さんはフォローしてますね。天海寺はフォローしてます。あと何やったっけな、メイカちゃんもフォローしてるかな。それ以外フォローしてないんじゃないかな。どうやったっけな、セット、二次三次はなぁ、ああ天海つかさ個人税か、個人税ですね。ああレイドくんフォローしてますね。レイドくんフォローしてる。神戸さんもフォローしてる。神戸さんは出てないけど、レイドくんフォローしてる。個人税はまあそれこそまあちのちゃんとかちのちゃんつながりフォローしてる。大ニャンケンは3人ともフォローしてる。ナチョネコさんとかかな。ナチョネコさんとあと何やろ、それこそジャン、あ、ヤクマン VTuber ザキさん。二次三次俺誰フォローしてたっけな。あーし渋谷、あのあれあの
ね、ネオポルテ渋春ネオ、そう、渋谷春23じゃないか、ネオポルテ、なんかこの間解雇されてたけど、大メーカーと、ね、23時はね、乾とこ、あ、サンバカやね、多分アンジュ・ガトリーナと、あと、静岡の工場さんをフォローしてる、あの3人だね、3人とも新域出てないけど。タカちゃんが APEX のチームってドラフトの解き合いされてた。タカちゃんが APEX のチームってドラフトの時やった。ああ、APEX、まあまあそうだね。渋春カスタムとかあるからね。あと、ちのちゃんのお兄ちゃんもフォローしてるね。レイド、渋春、あるよ。渋春。あと誰やろな、ああ、名前が同じ、矢野、ゆずきろあさんをフォローしてるわ。早く帰ってきてほしいんやけど。地味にね、あ、名前一緒やってなってフォローしたんだよね、あの人。そしたら、急になんか何やったっけな、何やったっけ、誰やったっけな、なんかトラブってんな、なんか。トラブって今、まあ、2020年でツイート止まってんねんけど。はい、帰ってきてほしいね。まあ、V スポは全員フォローしてる。V スポ。V スポは全員フォローしてる。あと、誰やろね。まあ、その辺の個人勢とかもフォローしてる、ね。その辺の個人勢。誰やろね、そんなもんかな。あとは有名なストリーマーさんぐらいちゃう、有名どころのストリーマーさん。VTuber じゃない人。ルナさんいらっしゃいます言ったっけ、いらっしゃいますごめんなさい。うん、あとはそんなもんかな、そんなもんですね。大抵の人フォロー返ってきてないな、あの人ら返さんからな、仕事関係あるし。明日がセミファイナル。明日セミファイナル。へえ、マジか。あ、ちなみに V スポやったら俺はクルビノアちゃん一番好きですね。V スポやったらノアちゃんが一番いいです。あー、二次三次卒業引退したけど、舞泉海好きやったな。ぶっちゃけたし、二次三次一番好きやったな。もういなくなっちゃったけど、あの、ツイッター残ってるけどね。鍵付きで、なんかフォロー中になってるまま止ま、なんかもうそのままずっと止まってる。あと、リアライブっていう、ちょっと小さめの箱でなんか4人ぐらいフォローしてる。5人かな。そんなもんかな。あーとは誰だ、猫武者さんだね。この人は VTuber です。 YouTube でもメンバーになってます。YouTube でもメンバーになってます。いつフォローされていつフォロー返したのか知らんけど、結構下の方に送ってやば。結構下の方に送ってやば。ちょっと待って、ゆずきロアとほぼ同じ場所におるから、これ2年ぐらい前か、そんな前か、んなわけないよな。
2年以上前か、覚えてないわ。ミルシーさんとほぼ同時期かガラティンさん、こんなもんかな。有名どころさんは全然見に行くときは見に行くね。なんか二次三次が6人、ネオポルテが3人、ナナシインクが2人、個人勢が4人の構成になってた。ナナシインクって何？ナナシインク多分1人もフォローしてないんじゃないかな。1人のフォローしてないんじゃないか。スペシャル、あー、ハネルちゃんフォローしてたかな俺、覚えてねえわ。お待ちしておりました。アニマーレ、そう、アニマーレは知ってるわ。アニマーレは知ってる。バロンさんいらっしゃいます。アニマーレは知ってる。多分フォローしてないんじゃないかな。レイジャンタマが好きな一人が来場しました。アニマーレは一人も多分フォローしてない。グループ全部統合しちゃったんだよ。統合しちゃったのか。その辺知らんあたり多分ほんまにフォローしてんねやろな。いや個人勢は個人勢でフォローした時固まってるもんだって。あー多分してないねフォローね。ちょっと稲葉跳ねる多分フォローしてないんじゃないか。わ、なんかすごい、すごい。すっごい感じできた。ナナシインク。あ、ほんまや、ナナシインクやって。あ、フォローしてないね。見ることないからな。天開き、ウタコロモと作のもこ、朝日にいな。あモコニーナ、あーその二人は知ってるわ。天海司とメイカちゃんはフォローしてる。生ハネに関してはフォローないですね。フォローしてないですね。だってまあでも今日は日曜日なんで終わっ終わってる人は終わってるんじゃないかな。終わってる人はないつもの月から金曜日にかけてのまあまあ終わってない人は終わってないと思うけど、この手のさあのクエストってさ、この合計8局補充しないで99杯出たら結構嬉しくない？結構嬉しくない？99杯出たら。うん、ねえ嬉しいよな。あー一曲得したみたいな。四風連打とか。あ、スーフ連打ね。数巻ながらはなかなかないけどね。スーフ連打もなかなかない。早めに誰か上がってくれても。まあそうだね、振り込むのだけが一番痛いからね。そうなんだよな。だったらベタ折りでいいからみたいな。2戦するのも別に、負けても勝っても別にいいしみたいな感じで。リーチ上がりはまあ1回ぐらいできたら終わりやし。ドラ上がりなんてもうリーチせんでもいいからね、これ。ただ単位音がね、あの役配関係。それこそあの。まあ降りるにしてもあまりにも早いと厳しいけど。まあそうだね。CPU なしな。1万点に関しては5に2回上がれば終わりやから。ザンクでも3回上がって終わりやし、万貫ぐらい上がったらもうあと2000点ペッて上がれば終わりやし、合計点やからねこれね。
だからピンピン力とか1万1700以上狙わんでもええっていうやつ。親マンとかね、羽マン終わらねえやそんなのみたいなね。合計点やからこれはなかなか楽。一番時間かかるやっぱり補充しないになるのかなみたいな。8極補充なしなんて修羅2回をフルでできれば。まあ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 。伊沢さん今日なんか竜の割れ目やってなかった朝気分転換。気分転換やったことねえんだよ俺竜の割れ目友人戦であったらやるんやけどね、あのわざわざ修羅もやらない、野良の修羅もやらない俺がね、わざわざ行く意味がないかなっていう。バロンさん早く契約しいや移動しちゃった丸野さんもうちょい、まだ4、まだ4か、ちょっとしんどいな。4どうなん、あれは残してんの、あの契約に必要なものは。 お洋服紫4個、あ、じゃあ5か、5着とか残してんの。ある、あ、ある、あ、ならええわ、それならで。ダイン、どんばバシバシ打っとるし、攻撃は大丈夫やろし、ね、願いの意思どうよ。あ、でもあれか、なんかめっちゃヒーター言ってたからさすがに。しばらく使ってあげる、しばらく使ってあげるすげえ上から目線やん。てか俺最初に当てて以来全然使ってないなこの子あれどこ行った、思った、あんま使ってない。あげる、あげる、あ、そのあげるか、ごめん、しばらく使ってあげるわみたいな有効度ねオッケーオッケー、しばらく、ってわかった、ごめんごめん、しばらく使ってあげるわみたいなそういうニュアンスで聞いててしまったそういうニュアンスで聞いてしまったごめんごめんごめん、ちょ、これはマジで間違えました了解ね、有効度で、ね、了解了解。あんま使ってないね。何使ってあげるか悩む。何使ってあげるか悩む。あ、まあ、とりあえず青から。紫はね、なんとなく使い、なんかあげるに使いたくないけど、まあ、俺は全然使いましたね。めっちゃ使った。やれることはやった。あとはそうだな。賭けでもするか。何をってこの牌を切ってくれるのは誰か。誰だ、誰に賭ける、誰に賭けますか。多分ね、ロン。ピンフ、イーペーコー、イッツー、チンイツ、ドラゴ、ドラ、ドラニ、数え役マン。さすがにな。へえ。リーチ。あ、ビビった。イサミさんなんかわけわからんトラップし、ラッキー。わけわからんつも、わけわからんつもじゃねえや。わけわからんまち、チンイツ。リーチ、ツモ、ピンフ、イーペーコー、チンイツ、ドラ、ドラ、ドラに。数え役マン、数え役マン、やがやばい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 、場がやばいってほんま、荒れる荒れる荒れすぎてるってこれ、場が荒れすぎてる。そうそうそう、何やったっけな、鍵アカ、あの X のあの鍵アカの方でつぶやいたんやけどさ、あの10巻ぐらい出てる漫画あるじゃん、10巻ぐらい出てる漫画、
があるとするやん、あるとするやん、11巻とかが出たらなんか1巻から最初1巻からなんか読んでしまうっていう癖が俺あんねんけどその癖を直す方法誰か教えてほしいんやな癖というかなんかモヤモヤするというか、あと最初は流し読みで2回目もう1回あのじっくり読むみたいな1回目流し読み2回目じっくり読むみたいな、ああいう癖を俺正直直したいんだ11巻だけ読めやとかじっくり読めやみたいな、最初からじっくり読めやで終わるやけど、うん、そうなんだけど、うん、ええんだけど、まあ、まあまあまあ悪い癖ではないんやけど、なんだろうね、それこそあのこの間のなんかツイッターでなんかつぶやいたな、あの朝の4時まで起きてた話朝の4時まで、漫画屋だったら朝の4時に撮ったみたいな話、それ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 、あ5時か、5時まで漫画読んでたら、漫画読んでたら朝の4時6分や